今年遺品の著作の趣向、グリゴリー・カルポビチ今年遺品は、ロシアツァーリ国の外交官、ポソルスキの、プリカスのポジャーチ、作家。グリゴリー今年遺品は1658年から1661年まで、スウェーデン帝国とのバリエサル条約及び、カディス条約の交渉を務めたロシア代表の一人で、ある。1664年春、今年遺品は、 ヤコフチェルカスキーの軍に派遣され、初期間の職に就いたが、8月にリトアニア大公国に寝返り、シレジアに移った。その後、彼はナルバを通過して、ストックホルムに向かい、スウェーデンの進化になった。彼は、聖教会からルター派に改修、イバン・アレクサンドル・セリツキーに改名した。1667年秋、彼は酔っている時に、 スミカの主人を殺害したとして処刑された。グリゴリー今年遺品は、アレクセイ・ミハイロビチの治世中のロシアについてという著作を書き、17世紀中期のロシアツァーリ国における貴重な資料となっている。ありがとうございます。